しいところ、東大附属シンポジウムに、ご参加いただきありがとうございます。今日は東大附属シンポジウムということで、高校の教育、それから大学の教育、それをこうバラバラにやっぱり考えていてはいけないということで、いい情報共有、まずはそれが情報共有が大事だと思いますので、そういう時間になったらいいかなと思っております。高校の先生方と意見を交換することによって、高校側では何を課題と捉えていて、大学では何を課題と捉えていて、それをどれにつないだらですね、この21世紀を生き抜いていくような学生を作ることができるのか、そういうことを、議論させていただきたいというふうに思っております。第1部は基調講演ということで、前川喜平文部科学省文部科学審議官のご講演をいただきます。文部科学省自身が言い始めということですからですね、ちゃんとご説明しないと、これは説明する気にならないと思うんですけれども、2011年に小学校1年生に入学した子どもたちが大学を卒業するときには、子どもたちの 65% は今は存在しない職業です。つまり3分の2は今は存在しない職業になるんだと。今までの高校教育、今までの大学教育のままでは、これからの未来の社会を作っていく若者たちに将来を生き抜く力を与えることができない、こういう認識さというかであります。ヘルト論会ディスカッションに入りたいと思います。小田部美希夫水戸第一高等学校長。これは高校をターゲットにしたものじゃないかと思っています。今まで高校はなかなか変わりませんでした。高校教育が意識を変えていかないと、これは子どもたちがかわいそうじゃないかと思っています。大学の入り口の部分が変わらない限り、高校教育は変わらない、変わってきてないっていうような意識が私にありますね。今回やっぱりそこの部分が変わるということであれば、やっぱりおのずとやっぱり高校教育も変わらざるを得ないということで、どういう方向に向かうかはともかく、変わっていくということは、これがもう社会状況から国際からみんなが考えても変わらざるを得ないだろう。入り口、入学の部分は緩やかにしてですね、出口を厳しくする。これはまさにその大学の質保障と含めて、その方向性がいいんじゃないかという議論。思考力関連の表現力とか主体性、多様性、共同性ですか、そういうものをどうに測っていくのか、これを考えた場合には当然のことながら、極めて主観的な評価が占める割合が多くなるはずなんですよね。そこがやっぱり理解が得られるかっていうところになると思うんですよね。ということで、お互いの信頼関係ということを築きながら、このことを深く議論できればと。